ました。法政大学よさこい相談サークル法要連です。これよりお届けいたします曲はアスカ。百花繚乱をテーマに1年間駆け抜けてきました。そしてこの湘南ステージ M をもちまして、このアスカは踊り納めとなります。1年間の全てを込めてここにいて集大成、とくとご覧あれ。どうぞよろしくお願いいたします。さあ踊り子、準備はよろしいか。絶対に悔いは残すな。それでは参ります。6月から駆け抜けてきた全ての思いに感謝して、法要連2012アスカ。一つ年を重ね、新たな自分が花開く経験が与えてくれた自信という名の翼を広げ、アスカが始まる新たな日々。自信という名の翼を広げ、さあさあさあ、法要連2012アスカ、はっ、さあ、よーし、はっ、はっ、さあ、よーし、はっ、湘南やさこい開催、おめでとうございます。法要連、参ります。さあ、この4分半で1年間を思い出しましょう。新月、灼熱の下で踊りを磨いた。8月、お披露目、苦楽を味わって仲間の大きさをより知った。9月、10月、ただがむしゃらに進んだ一刻と迫りきる若波に向けて、そして11月、終わりと始まりの2つの動きが心を揺るがした。日付は冬もある、様々な場所で数々の出会いがあった。国境を越え、言語も越えて人々の心を動かしてきた。アスカのビートは世界へ羽ばたき、ボーチョラーワンドの知らねに乗せて、はっはっ、よいよい。始めた時期は違いども、始めた理由も違いども、アスカを共に踊るその事実に変わりはない。仲間を愛し、踊りを愛し、紡いだ絆は何よりも固く、この一曲がみんなをつなぐ。たとえ一度離れてもまた一緒に踊れた。そして今みんなにアスカへ伝えたい、ありがとう。さあさあ、今回は大丈夫、世界に全部は本部に目、このエベントの真骨頂、よーし、はっ、絆の力が奇跡を呼び起こす。この沖縄の劇になるか、我々が出して見つけるのは
1年間の扱いの感謝と会場の皆様ありがとうございました。ありがとうございました。法政大学よさこい騒乱サークル法要連の皆さんでした。